ケルンの旧住居跡に設置されたザンダーの記念版ケルンメラーテン墓地にあるザンダーと家族の破壊士アウグストザンダーはドイツの人物写真及び記録写真家。ザンダーは鉱山業で働く大工の子として生まれた。地方の鉱山で働いていた時、鉱山会社のために働いていた写真家の助手をしたことが写真を学んだ最初だった。おじの経済的援助で ザンダーは写真機材を買い、自分の暗室を作った。1897年から1899年、ザンダーは写真家女子として兵役に就いた。それからドイツ国内を旅した。1901年、ザンダーはリンツの写真スタジオで働き出し、1902年にはそこの共同経営者に、1904年には単独のオーナーになった。 しかし1909年の末に、リンツを去って、ケルンで、新しいスタジオを始めた。1920年代初期、ザンダーは、ケルンの、グラパプログレシバーカンストラーに加わって、人物写真で、当時の社会を記録するという計画を始めた。1927年、ザンダーと作家のルートビヒマタールは3ヶ月かけて、サルデーニャを旅し、そこでザンダーは500枚近い写真を撮った。 しかし、計画していた本は未完に終わった。1929年、ザンダーの最初の本、アントリッツ・デア・サイトが出版された。そこには、ザンダーの、メンションで20、ヤーフンダーツシリーズから、セレクトされた60用の写真が含まれていた。ナチスドイツの時代、ザンダーの仕事も私生活も制約が多かった。1934年には、 左翼のドイツ社会主義労働者党から分離した一派で、ドイツ民主社会党の前身である、ドイツ社会主義労働者党とは別のもののメンバーだった。息子のエーリッヒが逮捕され、懲役10年を宣告され投獄されたが、1944年に獄死した。アントリッツ・デアザイトも1936年に押収され、写真看板は破壊された。 第二次世界大戦期の1942年頃、ザンダーはケルンを離れて農村地帯に引っ越し、そのおかげでネガフィルムのほとんどは救われた。1944年爆撃で写真スタジオは破壊された。戦後はケルンに戻り、1946年に写真展を開催。1964年に同地で死去した。2007年、 水星のクレーターの一つに彼の名が付けられた。ザンダーの写真には風景、自然、建築、街角を撮った写真もあるが、最も有名なものはメンションで20、ヤーフンダーツシリーズによって実証される人物写真である。このシリーズでザンダーはバイマル共和世紀の社会の断面を示そうとした。シリーズは農民、熟練工、女性、階級と職業、 芸術家、街、ラストピープルと7つのセクションに分けられている。1945年までにザンダーは4万もの写真を撮っていた。2002年、アウグスト・ザンダーアーカイブと研究家のスーザン・ラングは、約650用のザンダーの写真を集めた7巻の写真集、オーガスト・サンダー、ピープル・オブ・ザ・トゥエンティース・センチュリーを出版した。ありがとうございます。